トア会長、アンジェリカ先輩も。あ、リン君たちだ。おっと、これは奇遇じゃないか。ハーシェル生徒会長。アンジェリカ先輩も珍しい場所でお会いする。これも女神の巡り合わせというものだね。ラウラ君、フィー君もよかったら私と一緒に。いえ、実習中の身ですので。そういうこと。がっくし。そういえば、動力バイクでトリスタから来たんですか？ああ、そいつを使えば40分くらいで着くからね。トワを後ろに乗せてきたわけさ。うん、機械の馬みたいなものですか。なんかかっこいい。あんちゃんの運転激しいから大変だったけど。はあ、でもお祭りはいいよね。これでテロリストの心配がなければ言うことないんだろうけど。どうしてそれを。ひょっとしてサラ教官から何か聞いていたんですか。うん、君たちの実習に関しては私も少しお手伝いしてて、昨日も知事さんからの要請を教官に取り付いたんだよね。それでちょっと心配になってアンちゃんと見に来たんだけど。そうだったんですか。何やら見えないところでお世話になっているようですね。感謝。別に大したことはやってないんだけど。おや、細かい手続きや書類作成も手伝っているんじゃなかったかい。サボりがちなサラ教官に代わって各方面への連絡もしているそうだし。そうなんですか。教官、ちょっとは見直したと思ったんだな。さすがにちょっとサボりすぎかもね。まあまあ教官だって忙しいんだし。それにしてもリン君たち皇女様と会ったんだよね。いいなあ、私も一目でいいから見たかったんだけど。俺たちも驚きましたけど。確かに噂通り天使みたいだったかも。はあ、いいな、いいな。皇女殿下の愛らしさは帝国の至宝と言ってもいいが、リーン君の妹さんも素晴らしい素質を持っていたね。エリゼ君だったか。またお目にかかりたいものだよ。ああ、妹だったらちょうど殿下の付き人として園遊会に出席しているところですね。ほ、本当かい。皇女殿下にエリゼ君、それにフィー君を加えたら最強フィフティーンズの出来上がりじゃないか。なんか参加させられてるよ。悪い気はしないかも。こんなことなら父上の言いつけに従って園遊会に出席しておけば。いや、さすがに霊人たる私がドレスを着るわけには。しまった、それならタキシードを着ていけばよかったじゃないか。あんちゃん、どうどう。なんだなんだ、揃い組かよ。クロー先輩。あれ、クロー君。なんだ、君も来てたのか。ふん、まあな。そういえば月曜に行くとか言ってましたけど。メインレースの結果はどうだったんですか。聞いてくれるな。まさかあそこでブラックプリンスが来るなんて誰が予想できんだよ。しかもランバーブリッツが2番手に差し込んでくるなんて、大番狂わせもいいとこだぜ。ああ、4号で当たりか。わざわざ検証ハガキを出した甲斐があったみたいだな。で、しれっと特賞を当ててんじゃねえよ。もうやだこの女。これも日頃の行いの差というものだろう。あ
ンちゃん異様にくじ運とか強いからね。サンジの鐘だね。そろそろ各地の行事も終わるくらいの時間かな。我らももう一回りくらい巡回すべきかもしれないな。ああ同感だ。すみません先輩たち、俺たちはそろそろ。うん気をつけたまえ。なんだなんだもう行っちまうのかよ。アークスも持ってきてるから何かあったら連絡してね。はいそれでは。あれどうしたの？これは何かの圧力が高まっているような。ああこいつは。これって月祭の余興？いや呂レストの仕掛け。うん、そうみたいだね。アンちゃん、クロウ君、みんなの避難誘導を手伝って。ケンペイさんたちも混乱してるみたいだから。あ、合点承知だぜ。会長、俺たちも。ここは私たちに任せて、リン。君たちにしかできないことがきっとあるはずだよ。俺たちにしかできないこと、それって。回ってる公園。まさか陽動か。間違いなさそう。ごきげんよう知事閣下、招待されぬ身での訪問どうか許していただきたい。君たちは。正直あなたにはそこまでの恨みはないのだが、あの男に協力している時点で同罪と思っていただこう。やはりそれが狙いか。殿下は関係ないだろう。二人を解放したまえ。知事閣下。残念だがそれは応じられぬ相談だ。こちらのお二方には君たちの陣営の致命的な失点になっていただく。命まで奪うつもりはないがね。エリゼ！兄様、リーンさんたち。
君たちは来てくれたのか。父さん大丈夫か。トールズ士官学院、ノルドでの仕込みに続いてまたもや現れたか。だが今回ばかりは邪魔されるわけにはいかん。魔獣を操っているのか。それで外の魔獣も。高所殿下、貴様ら。ふん、それでは我々は一足先に失礼させてもらおう。お前たち、ここにいる全員を食い殺せ。負けないよ。大型魔獣2体、戦闘パターンは分析済み。7組 A 班、全力で撃破する。承知。敵発見、撃破する。俺の番だな。そこだ。さあ、さてと。眠って。僕の番だな。石火弾リロード。逃がしはしない。私の番だな。逃さぬ。僕の番だな。そこだ。ここだ。付き合い。行くぞ。せい。私のバカ。崩したぞ。マティアス、行くぞ。わかった。さあ。そこだ。甘い。やっ。俺の番だな。ミノカだ。早く。チャンスだ。続けていくよ。任せてくれ。石火弾リロード。逃がしはしない。行くぞ。砕けちゃえ。攻撃。もらった。僕の番だね。みんな元気を出せ。俺の番だな。せい。甘い。任せてくれ。くらえ。マイル。ミノカだ。早く。僕の番だね。アークス駆動。それ。ああ。これならどうだ。マイ。せい。今だ。続けていくよ。任せた。崩したぞ、マティアス。行くぞ。任せたまえ。俺の番だな。せい。この手で道を切り開く。よし、掴んだ。やったね。精進あるの。やったぞ。V だね。
時間が惜しい。追いかけるとしよう。父さん、かすり傷だ。問題ない。それよりお前も殿下たちを。わかった。待ちたまえ。僕も助太刀させてもらうぞ。パトリック、いや、あんたにはできればここを守ってほしい。まだ外に大型魔獣もいるし、知事さんも怪我してるからね。だが僕からも頼む。君の腕だったら安心だ。引き受ければいいんだろう。決まりだね。よし、行くぞ。知事閣下、鉄道憲兵隊への連絡をお願いします。ああ、任せたまえ。敵出現、制圧を開始する。マイル、セイ。私の番だね。私の番だな。後期決めるぞ、フィーラジャ。
僕の番だな。これならどうだ。行こっか。行くよ。崩れた。付き合い。マイ。セイヤ。今だ。もらった。よし、うまく合わせられたな。ああ、上出来だろ。V だね。よし、100点満点。そこまでだ。何？食らえ！えい！ミスト、皆さん。ここまでだ。殿下とエリセを解放してもらおうか。あまりの不敬、見過ごすのはさすがにためらわれるが。おとなしく解放するなら見逃さないでもないぞ。五対三、勝ち目はないよ。少なくとも二人を連れて逃げ切るのは不可能。そのまずは二人を解放してもらえませんか。恐れ入った。トールズ士官学院、まさかここまでの逸材たちを育てていたとは。政治は無用。二人を解放するか、このまま睨み合うかだけだ。言っておくが、二人に傷一つでもつけたら一切の容赦はしないと思え。リン様、リンさん。分かった。降参だ。少なくとも我々に勝ち目がないことだけは認めよう。それじゃあ、おとなしく解放するんだな。ああ、彼に勝てたらな。やれ。睡眠薬。気絶させただけさ。裏若き乙女に見せるのは少々ためらわれるからな。しまった。また魔獣を。なんだ。これは。これぞ、ゴーマの笛の力。
暗黒時代の帝都の末すらも従わせるアーティファクトだ。さあそれでは今度こそ死での旅路へと向かいたまえ、トールズ士官学院7組の諸君。これはさすがに。どうするの？敵戦力不明、動きが読めない。みんな気合を入れるぞ。今回の実習で俺たちが得たものを考えたら勝てない相手じゃない。その通りだ。くっ、悪あがきを。行くがいい、暗黒時代の魔物よ。この愚かで哀れな若者どもに無慈悲なる鉄槌を下すがいい。手強いぞ、気をつけろ。行くぞ。タッ、行こっか。せっ、あ、くらえ。行くぞ。クラキャッチャー。後期もらい。私の番だね。行くよ。行くぞ。そこだ。タ、私の番だね。せっ、あ、これならどうだ。崩れた。行くぞリン。わかった、そこだ。せい、俺の番だな。せい、行こっか。はっ、や、行くぞ。せい、俺の番だな。タ、チャンスだ。もらった。ボ、崩れた。付き合い。あ、これならどうだ。見切った。行くぞ。クラキャッチャー。行こっか。行くよ。俺の番だな。セイヤー、行くぞ。はっ、あ、くらえ。またか。我が剣にかけて悪は許さぬ。よし、掴んだ。 V だね。うん、悪くない出来だ。よし、100点満点だな。うん、掴めた。